私のチャンネルへようこそ。 JBN1 ビュー。大仙修学おめでとう。奇跡の東西前59公演をありがとう。新歌舞伎座さんでの氷川きよし特別公演の大仙集落が名残惜しくも万代の拍手に包まれて幕を下ろしました。おめでとうございます。明治座さんでの公演と合わせて59公演のすべてを終えました。明治座さんでは29日間41公演。今回の新歌舞伎座さんでは11日間18公演を開催されました。東西の両劇場公演、合わせて42日間うち休演日が2日間、59公演。皆で完全燃焼ですね。我らがキー座長。毎公演の熱演、熱唱で私たちに忘れ得ぬ感動をありがとうございました。明治座さんでの公演が無事に終了した時、作演室の池田正幸先生が、成功を喜びながらも、明治座さんでの公演が往路で、新歌舞伎座さんでの公演が袋と、ご自身のブログに書かれていて、それを読んでなるほどと思い、11月の公演に身の引き締まる思いになったのでした。第2部のコンサートの幕が下りても、拍手は鳴りやまず、次第に一糸乱れぬ手拍子へと変わって、ピリオド。ステージには23名のオールスターキャストが勢揃いしてのカーテンコールとなったのです。きよしさんはチケットを購入されお越しになれないのに、チケットを返したらきよしちゃんがかわいそうだからと払い戻しされないままだった方もおられたことをスタッフからお聞きになったそうで、その方たちへの感謝の思いも言葉にされていました。お越しになれなくても、応援してくださっていたすべての皆様の健康と幸せを祈っておられたきよしさんでした。と、今、新幹線で名古屋を通過しました。帰宅したら、ご報告させてくださいね。ところで今日は満月？明日が満月らしいです。車窓から見えるお月様が、とてもとても綺麗で、そして笑っているように見えます。愛のままに大阪へ。最強と言われているエニケアーとダチョウ交代マスクをお供に参ります。新歌舞伎座さんでの座長公演も2日間3公演となりましたね。最後の2公演に参加させていただきますので、は大阪からブログを更新できたらと思っています。今回はウイルスを不活性化させることが証明されている最強の消毒液エニケアー、JAL やアナで採用。とダチョウ交代マスクを共に、心は愛のままに大阪へ参ります。さて、3連休明けも毎年お手伝いさせていただいている映画祭のお仕事が終わらなくて、他の仕事もきちきちで過ごしていましたが、やっと一息。そんな中で清さんのドラゴンボールレジェンズの TVCM 関連のお知らせや動画に心躍らせていました。アクションにも挑戦されていますね。こちらがメイキングから。ドラゴンボールレジェンズはスマートフォン向けゲームアプリで、その新 TVCM で、きよしさんがアクション CM に挑戦され、野沢雅子さんがナレーションを担当されているのですね。スマホでのゲームは初体験なのですが、やってみようなか？と、激しく心動かされています。こちらも、愛のままに、ピリオド。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。